口紅口紅は人がメイクアップをする際、唇を彩るために使われる化粧品の一種。多くはスティック状である。様々な色の口紅が塗られた唇口紅の訳語としてしばしば使われるルージュとはフランス語で赤という意味である。しかし、1990年代後半以降、赤色でない口紅も存在するようになり、オレンジ系、ピンク系、 ベージュ系など様々な色味に大別される。唇に、あでやかさといった質感のみを加える、半透明、または透明なグロスと呼ばれるものもある。なお、英語では、リップスティックと言い,い、略して、リップと呼ぶことがある。しかし、日本では、そのように略すと唇により、主に唇の乾燥を防ぐために用いられる、リップクリームを連想させる。業界では、 両方扱っているメーカーが多いために、この二つは使い分ける傾向にある。様々な色味の口紅一般的に、紅花や、コチニールなどの天然色素を原料とした顔料や、主にタール色素などの合成着色料である色素を、ワックスなどの油分に溶き、型に入れ固めて作られる。しかし製品としての口紅にはこれらの他にも、海面活性剤、酸化防止剤、香料など、 多数の成分が含まれる。食器、衣服などに付着すると、口紅の主成分が油分と色素であること、加えて、近年の口紅の色持ちを良くさせる成分のために、非常に落ちにくい汚れとなる。そのため最近では食器などに付着しにくい性質を歌う製品も多い。リップブラシによる塗布形状は、スティック状のものが一般的で、 蓋を取って 1cm ほど繰り出し、直接あるいはリップブラシに取って唇に塗布する。また最近はリキッド状の口紅も発売されており、口紅の発色とグロスのようなみずみずしいツヤ感を同時に楽しめる。この場合、直に唇に塗布することは不可能なので、別にリップブラシに取るか内臓のチップなどで塗布する。約7万年前に、 悪魔などが口や耳などの穴から侵入してこないよう赤色のものを塗る習慣があったのが始まりと言われている。これは出土した当時の人骨の口などに赤色が付着している痕跡があったため判明した。別の説では紀元前3000年頃のエジプト人が使用したと思われる口紅が発見され紀元前1200年頃のエジプトで人々が 目や唇に化粧している絵画も発見されている。2001年秋のアメリカ不況時、他の高級品の売り上げが低下する中、口紅の売り上げは反対に11%増加した。この現象は、ST ローダーの会長レナードローダーによって、口紅指数と命名された。同様に、不景気時には化粧品産業において求人が増える、傾向があり、口紅効果とも言われる。 不定期時には、副食品等への出費が抑えられ、比較的安価で必需品でもある化粧品が購入されるためと言われている。ただし、口紅の販売数に関する統計資料は少なく、景気と口紅指数の相関ははっきりとしない。ビデオ、ありがとうございます。